皆さんお疲れ様です。 DJ のふのスピン TV、 この動画ではディスコミュージック、クラブミュージックにまつわるあらゆることを探っています。さあ今回、探っていくのはですね、福岡市出身のイラストレーター鈴木英人さん。さあ鈴木英人さん、1948年に福岡県博多で生まれています。1971年頃から広告デザインを手掛けられていますね。デザイナー、アートディレクターを経て1980年にイラストレーターとしてデビューをされています。さあ本当ね、有名なところで言えば山下達郎さんのレコードジャケット、そして前回も僕動画の方で紹介しましたけれども、雑誌 FM ステーションのカバーデザイン、その他ですね、数多くのイラストレーションを描かれています。まあ特徴はですね、この鮮やかな色が映える、イラストですよね。どっかで皆さんも見たことがあるんじゃないかなというふうに思います。それからですね、精力的に版画作品を制作発表されて、現在作品数が300点を超えているそうです。で、ですね、最近なんですけども、2022年5月1日にこの、鈴木英人オールタイムス作品集英人鈴木、こちらの方発刊されています。これですね、本当にデビューして、まあ、40年ぐらいの作品がですね、ちょっとだけこうやって、まずね、僕これ見た感想は、デビューされてから今までの作品が描かれているんですけど、時代が全く見えないです。40年前の作品と今の作品が、まあほぼ、変わっていないというかですね、色褪せないというか新しいというか、そういう印象を持ちました。そしてですね、英人さんですね、イラストレーター版画作家だけでなくてですね、神奈川県の、相模湾の再開発事業サーフ90のチーフプロデューサーも手掛けられているそうです。まあ、雑誌はですね、本当 FM ステーションもそうなんですけども、野生時代とかですね、僕らのバイブルでもあったポパイなどのカバーイラストレーションもおなじみです。広告デザインとしてはもう幅広く本当にもういろんな企業のデザインを手掛けられていまして、ミスタードーナツでしょ、デニーズ、ニコン、富士フイルム、ライオン、日産自動車、日本石油、アサヒビール、サントリー、キリンビール、なんとビール会社は3社、やられてるんですよね。なんかもうその他ですね、まあ、博覧会の壁画だったりとかですね、サマージャンボ宝くじのイラストレーションとか、まあ、もう本当にありとあらゆるジャンルの広告をされています。でやはりですね、僕らが一番気になるのはやっぱりレコードジャケットということで、一番おなじみなのはやはり山下達郎さんだと思います。まあ、4U を、皮切りにですね、ラブランドアイランドとか、カムアロングシリーズとか、たくさんの山下達郎さんのカバージャケットを作られています。であとは桑田佳祐さんでしょ、アンリさんとかチューブとかですね、あとはシティポップのコンピレーションといえば、まあ、英人さんっていうね、ぐらいかなり多くのこの CD コンピレーションのカバーデザイン、シティポップのカバーデザインをされています。で、英人さんのプロフィールみたいなものを探っていくとですね、それはね、有名な芸術大学を出られてるんだろうなと思ったらですね、なんと高卒なんですね。っていうのが、高校卒業されて東京芸術大学を、2度ほど受験されて、2度とも失敗したということで、まあ、大学受験に失敗してからはですね、個人でお店の絵とかチラシとかを、やりながら、まあ、フリーとして23歳ぐらいまで活躍されて生計を立てていたということです。でそこから広告デザインなどをやるようになったみたいです。で広告デザインをやっている英人さんなんですけども、まあ、ある時ですね、まあ、このままじゃダメだっていうふうに思うんですね。まあ、オリジナルなことをやらないとっていうふうに考えたそうです。で、そこで思いついたのがイラストレーターだったそうです。まあですね、英人さんは美術の大学を出ていない、自分だったので、まあ、誰もやっていない手法を考えたそうです。で当時お仕事をしていた電通さんですよね、でそこに大きな図書館があるらしいです。僕も初めて知りましたけど、そんな大きな図書館があるんだっていうことなんですけども、でそこに美術関連のですね、デザイン関連の、書物がいっぱいあったらしいんですね。
それを片っ端に読んで勉強されたそうです。で、この面白いのが、電通の図書館にはこそっと出入りをしてたらしいです。電通の社員ではなかったということです。で、その手法に関してなんですけど、マーケティング的にそのデザインっていうのを、検討されたそうです。で、何を書きたいかではなくて、エイジーさんが考えたのは、どんな方法で書いたら成功するかっていうところを視点に、いろいろ手法っていうものを考えていったみたいです。で、最後に行き着いたのがこの漫画の表現方法だったそうです。まあ、この本当ね、このエイジンさんのイラストレーションを見ると、色が鮮やかですよね。で、あるインタビューでもエイジンさんが語ってたんですけど、まず濁色を使わないっていうふうに決めてるらしいです。まあ、白とか黒を混ぜないっていう、ことで、空なら空で真っ青に描くというような手法みたいです。で、僕前回というか、FM ステーションの動画でも言ったんですけど、まあ LA っていうことを言わせていただいたんですけど、実はですね、エイジンさんのこの絵、イラストレーションですね、題材が西海岸って僕も思ってたんですけど、実は東海岸だそうです。まあ、エイジンさんがおっしゃってたのはですね、僕がアメリカの風景で特に好きなのは、アメリカのルーツであるニューイングランドっていうふうにおっしゃってます。東海岸はですね、西海岸と比べて湿度が低くて乾燥しているから、まあ、空とか海とかが色鮮やかに見えるらしいんですね。この東海岸、まあ、ニューイングランドを、ルーツとしたそういう風景っていうのが、好んで、描かれていたということらしいです。ヨーロッパのような伝統的で石造りがやっぱ多いですよね、その辺は。そこはその自分の絵には合わないっていうふうにエイジンさんはおっしゃってました。で、なんかずっとやっぱりその40年ですから、まあ、ずっとやっていると周りからも言われるらしいんですね。いろいろなんか作風というか画風とか変えてみたらどうですかってことをいろいろこうアドバイスももらったらしいんですけど、まあ、技法は全く変えていないということです。まあ、さっきのですね、この40周年のこれ見てもらえば分かるんですけど、まあ、本当に全く変わってないです。で、基本的にはもうオーダーはお任せで来るらしいですね。なので、もう多分まあ01からエイジンさんが企画から練り上げられて作品を作られているということみたいです。で、やはり僕らが気になるのはレコードジャケットなんですけど、山下達郎さんの1982年の For You が、これ面白い話なんですけど、山下達郎さんの方からジャケットの依頼をされた時に、エイジンさん、なんと達郎さんのことを知らなかった。まあ、こういうですね、面白い話がありました。で、なんとですね、そのエイジンさんのスタジオまで達郎さんいらっしゃったらしいです。で、打ち合わせをされたとかいうことらしいです。で、近年は逗子にスタジオがあるということで、結構ですね、そこのスタジオに行って作品書かれて、結構ドライブが好きらしくて、まあ、すごく車のイラスト多いですよね。ポルシェが大好きらしくて、ポルシェの絵が多分すごく多いみたいですね。で、ドライブが好きで2時間ぐらいドライブをなんか毎日するとかいうインタビューがありましたけども、なのでやっぱり最近はですね、近年は日本の風景っていうのも結構あったりとかして、達郎さん のカマロング3っていうアルバムのジャケットはですね、遠くに富士山が見えたりとかしてるんですよね。なんかでもいいなっていうふうに思います。なんか意外になんか合うなっていうか、面白いなんか日本の新しいなんかイラストの描き方なのかなっていう、見え方なのかな、見せ方なのかなっていうふうに感じました。さあ、今日はですね、福岡市出身であるイラストレーター、鈴木エイジンさんをちょっと探ってみました。まあ、こちらにもですね、インタビューの内容が書いてあったりとか、エイジンさんプロダクションでFacebook やってらっしゃってて、Facebook のところにもインタビューの動画が上がってたりするんで、なんかもっともっと深掘りしたいなと思う方は、ぜひそちらもチェックしてみてはいかがでしょうか。で、私の、ミックスクラウドの方にですね、最近シティポップ、シリーズをちょこちょこと上げ始めていますんで、ぜひ、そちらも聞いていただきたいなと思います。で、まあ、シティポップっていう言葉が出ましたんで、ちょっとですね、シティポップっていう、テーマで、今度は探っていきたいなと思ってます。ということで、DJ ブクでした。
For all of Club Music Freaks, DJ Nuku.